王宅め名族に立てつくなど千万遠家の誇りにかけて奴を治するのだ。連勝わけのわからんことを貴様のようなアホ返り討ちよ。人形が光っておるではないか。まずいじゃ。劉備の尻尾が戦場におるようじゃな。炎症はいつに増しておかしい。いや、何か炎症軍の戦法とは面倒くさい。あれは芝将だ。彼ならば話が通じるだろう。鏡に尻尾が映っている。なるほど、この芝将だな。偽物か。天の助け、助けなち頼みましょう。いってぇ、なんつぜ。なるほど、事情は見えた。炎症軍は愚か者、偽物に騙されて動いている。愚か者はもはや話に応じない。まずは奴を倒しておとなしくさせるとしよう。失敗だね。将がやられたか。えい、ひるまず進軍せよ。いよいよ腹の立つゴミどもよ。すぐにひねりつぶしてやるから待っておれ。目の覚める戦ぶり見事。私の知略に勝てんと思いか。死ねえ、まずいじゃ。行くことがそのまま負けではない。敵将、小わしが討ち取ったわ。
様はちょいと裏口へ。おお、一段と冴えておいでですな。人形に尻尾が映っておるわ。こいつが偽物じゃな。いざ勝負。誤解による戦いに意味はありません。すぐに止めましょう。トウタ君を押し返してるのか。炎章がやられちまう前に止めねえと。ひねりにしてやるぜ。おめえら攻撃止めてやってくれや。無益な争いはやめよ。炎章には我らが話をつける。魔法が今さら何を言うか。いや、炎章についてわしを騙す気じゃな。誰がその手に乗るか。わしに下がる者は皆切り刻んでくれるわ。やはり無駄であったな。奴の浅はかさは罪悪すまねばな。あの者ら我が軍への援軍。ここはひとまず奴らに任せた。くそ、くしかねえか。兵の力いよいよまで敵将討ち取った。置いておけ。次は容赦しねえぞ。目の覚める戦ぶり、見事。この私が真の三国武将よ。どうか私の話を聞いてくれませんか。目の覚める戦ぶり、見事。見ていろ。ここは引くしかないようですね。敵将討ち取った。あの援軍は何をしに来たのだ。やむを得ん。この援本所自らが出るとして。世界の崩壊が近づいた。